おはようございます。6月18日5時32分の相場解説になります。なかなか結論が出なかったんですけども、まあ日足4時間1時間15分の見方として、まあ下の方にね推移するんではないかなっていうふうな、まあ弱々しい結論を昨日は解説しました。まあでもあんまり自信がなかったんで、まあ、今日はおさらいになります。結果言えばね、下の方に下がったんです。106円の方向に今向かってるんですけども、ここが揉み合ってるところでしょ。で上にゴーンと行って揉み合いをレジサポ抜けて、そして下の方に行っていると。昨日も下の方に行くんではないかなっていうふうな仮説を立ててはいたんですけどもね、これですね、その黄色いところをもう越えられずに下の方に行くんではないかなっていうふうなことを申し上げましたけども、エントリーするほどの自信はなかったんですよね。ここを突き抜けて上に行く可能性もありましたんで、まあ、ずっと張り付いて見てれば追いかけていってね、エントリーをこの辺でしたかもしれませんけども、まあ、深夜だったんでね、見てないんですよね。で、1時間見てみましょう。まあ、本当ね、確認ってことになりますけども、思った通りになったなってことなんですよ。こういうふうに横ばいのレンジがあって、昨日見たのはここがね割れ始めたところですね、下に向かって。で、結果今こういうふうにアリゲーターの3本の線が下の方に広がっているところ、そしてこういうふうにね下がっているというところですね。で15分も見てみましょうか。15分はねブレイクしてるんですよ。ほらね、ここをブレイクしてなかなかね下の方に越えられなかったところだったんですけども、ここからズドーンとブレイクして下の方に下がって今に至る106円の977です。ですんで今日のね相場解説は事後確認になります。思った通り下の方に行ってましたってことです。エントリーはできなかったんですけどね、昨日は結構迷ってましたね。もう今週チャンスないんじゃないかなと思ったんですけども、今週唯一のチャンスだったかもしれないです、ここで深夜に売りにかけるっていうのは。いやちょっとね今日は抜かりましたね、昨日か。まあ改めてねちょっとチャンスを探していきたいなと思います。1時間もう一回見てみましょうか。1時間ね、まあですんで、まあまともに考えれば私の考え方でしたらここまでまだまだ下がる余地があるんで、まあこれからでもね売りに入ってみようかなと思います。今日はね売りに入ってみようかなと思いますね、どっかで。そうですね、売りに入ってみましょうか。ここブレーキがかかってるヒゲの線なんですけども、ここで食い止められるまで106円の660まで、売りの方で検討してみようかと思います。これ4時間ですけどね、もう一回1時間見ます。そうですね、下ヒゲ上ヒゲか、下ヒゲ上ヒゲってのはここですね、1本前の陰線が下ヒゲを出していますよね。で今形成中の陰線が上ヒゲを出してるんですよ。これは売りでエントリーしても良いかなと思います。というのがもう一個ここがね大きくヒゲを出した陰線と陽線が同時に横並びになってるところですけども、こういうところっていうのはレジサポを突き抜けたと考えてもいいんですよね。まあヒゲ先も超えてますんでね、一つの、考え方としてこれからね、これ1時間足でしょ。そうですね、午前8時ぐらいまでに売りエントリーをするかもしれないですね。はい、それでは以上です。